次です、はい、デビューするために最も心がけたことどんなことでしょうか。これは規則正しく書くっていうところですね。あの私プロットはかなりカチッと作って、うん、でもうここは何枚ぐらい、ここは何枚ぐらいみたいな、原稿感覚は新聞記者とか雑誌記者をやってたので、もともとこれぐらいだったら何枚ぐらいになるみたいな感覚は持ってたっていうのがちょっと強みだったかもしれないんですけど、はい、なので、今日はこのシーンとこのシーンを書くから15枚書こうとか、そんな感じで規則正しく書いてました。ここはさ、もうちょっと大きくさ、はい、大きくアナウンスしておくといい。そうするとね、仕事戻ってくるから。はい、この人はとにかく安心して仕事頼める人だなっていうさ、はい、こうだいたい締め切り通りにちゃんと送ってくるかどうかってやっぱりみんな心配だからな。いやでも新聞雑誌記者やってたから締め切りはもう本当に何を置いても守るタイプですね。もう一度大きく、締め切りは、はい、切りはきちんと守る、はい、きちんと守ります。筆も早いです、よろしくお願いします。筆の速さはね、あんまし、はい、僕は決して、筆のはね、僕は速くはないので。あ、そうですか。そうね、あの作品たくさんあるのに、筆は速くても大丈夫、ただやっぱりこう約束した日にちはきちんと守るって、それ大事なので、で計画通りにちゃんと書くっていう、そうしないとその出版社が、ね、事業計画立てにくいので、いやそれは大事です。プロとしての必須の証拠。よかった、はい、